最初はトウォーキングになります。トウォーキングとはかかとを上げてつま先で細かいステップを踏んでいく準備体操です。動画で見ていただいているように足を平行にして7メートル、ガニ股にして7メートル、内股にして7メートル、かかとを上げたまま細かいステップを踏んでいきます。で、20メートルが過ぎたところで競技場の端っこまで大体 85% から 90% ぐらいの速さで走っていってください。はい、次のドリルはですね、かかと歩きになります。これはつま先歩きと似てるんですけども、かかと歩き、かかとだけで歩いていきます。最初の7メートルは足をまっすぐに平行に、次の7メートルは足をガニ股にしてですね、アヒルのように歩きます。最後の7メートルは足を内股にして、つま先を内に向けて、まあ、英語では鳩のようにと言ってますけど、そういう形で歩いていくということをやります。これも先ほどと同じように20メートルぐらい過ぎたら端っこまで全力疾走していってください。以上です。はい、次はですね、3番目のドリル、リズムスキップです。これはですね、今ご覧いただいている動画のように、足を上げてその太ももの下で手を叩く、でそのまま上に上げて上で叩くという動作を繰り返します。この時のポイントはですね、胸を張ること と、姿勢ですね、このご覧いただいた姿勢、それから今トムが、ランナーの方に寄ってきて足をですね、ちょうど膝を上げた時に足を、下に向けるんじゃなくて、足をこう地面と水平に、することということを注意しています。それを、他のドリルと同じように20メートル、繰り返していって、でそれが終わったら、最後100メートルの端っこまで軽くダッシュをすると、そういうことになります。3番目のリズムスキップでした。次はですね、4番目のドリル、バウンディングです。これはバウンディングというよりも見ていただいて分かる通り、まあ、ジャンプにほぼ近いです。走っているフォームを、膝を上げたところを固定して高く飛び上がる、そんな、ドリルになります。これをずっと25メートルぐらいまで行っていって、最後はいつもと同じように100メートルの端っこまで軽くダッシュするということになります。バウンディングでした。はい、5番目のドリルはですね、膝上げ、もも上げですね、できるだけ高く、細かく、この動画のように、やってください。これを20メートル、やったらまた最後まで、ダッシュということになります。もも上げでした。はい、6番目のエクササイズはバットキックと言います。私は尻切上げと訳しています。一般的にはキックアップというのかもしれません。バットキックはですね、一般的なやり方よくあるのは、今動画にあるように膝を中心、体の中心線に置いたまま、かかとを後ろに振り上げるやり方だと思います。ただこれだとですね、あまり良くないということを今、とも言ってまして、ランコーチがおすすめするのは、今映っているように膝を前に上げて、かかとでお尻を蹴り上げるように、その時につま先は下を向けて、こういうやり方を推薦しています。で、動画のように細かく、ステップを20メートルほどやって、最後は、端っこまで走るというものです。バットキックでした。はい、最後の7番目のドリルですが、これはクイックスキップと言います。今見ていただいているように細かいスキップをですね、していただきます。その時地面を力強く蹴ると反発力で、勝手に体が浮き上がるような感じになると思うんですけど、それぐらい力強く細かいステップ、スキップの中で、地面を踏みつけてください。これも 20m やったら最後はダッシュという形になります。クイックスキップでした。ではこれからストライド、ダッシュについて説明いたします。なぜダッシュをやるかというと、これが一番ですね、速く走れる効率的な、フォームを身につけることができるからです。で、正しい、ダッシュの仕方、ダッシュのフォームというのは、今やっているように顎はですね、ちょっと引きます。で、肩は後ろに下げずに、胸が前に出すぎずに、で、腰の位置はまっすぐ、ですね、お尻もまっすぐ、膝もまっすぐという形になります。まあ、こういう状態で立っていただいて、で、肘は90度に曲げて、拳はですね、軽く握ります。で、この拳が、お尻のところ、顎のところ、お尻のところ、顎のところという状態で、行ったり来たりと、
というふうに、手を振っていただくのが正しいフォームになります。で、徐々にですね、ラン講師では、スピードランのウォームアップで3本ストライドが入ってますけども、普通は徐々に、スピードアップを上げていっていただければと思います。これは、大体 100m ですね。それが3本入ってますので、それをやってみてください。ストライドダッシュでした。